はい、おはようございます。深原農園です。今日はこちらの培養土袋を使った簡単じゃがいも袋栽培をしたいと思います。とっても簡単です。用意していただくのがまずこの袋の培養土、今回14リットルのものを使います。そして種芋となるものは好きなものを選んでみてください。今回はインカの目覚め、そしてこちらインカルージュ、もう一つがシャドークイーン、この3つを使います。そしてまだ寒い時期にお住まいの方はですね、こちらのゴミ袋45リットルの袋を用意してください。で、袋に穴を開けますので、カッターナイフですね、これも用意してみてください。じゃあ作業の方を進めていきます。はい、それでは、こちらの栽培方法をですね、進めていきたいと思うんですけれども、まず今回選んだこの3つの品種、おすすめ、特徴ですねをちょっとご紹介ということで、まずインカの目覚めなんですが、小粒にがたくさん、取れます。大きな玉にはなりません。で、袋栽培に適しています。で、これのとてもいいところは、食味ですね、甘くて美味しいです。ねっとりとした感じです。もう里芋のような、感じにとても似てます。もうジャガイモでですね、なかなか栽培が難しいとされているインカの目覚め、袋栽培でやると結構成功します。もう一つがですね、こちらのインカルージュですね、皮がちょっと赤っぽいんですけど、中は真っ黄色、とても、火の通した後の色とてもいいです。綺麗ですね。で、ナッツのような香りがします。これもねっとりとした感じですね。すごく美味しいです。甘みも強い品種ですね。そしてこちらシャドークイーン、こちら紫色してます。皮も紫色なんですが、収穫した小芋茹でて火を通しても中まで紫色です。で、またこの舌触りがですね、他のジャガイモにないシャドークイーンだけですね。もうザラザラとしてるんですけれども、まあ、滑らかな食感というよりはちょっとザラつきがあるんですが、水分がたっぷりと茹でた後ですね、これが、まあ、水分が飛ばない、いつまでも湿り、しっとりとしてる感じです。これも料理の用途によってはこの紫色を生かした、料理ですね、いろいろと使えると思います。じゃあ栽培の方を進めていきます。まずこちらは14リットルなんですが、これは袋はどんな、容量でも大丈夫です。20リットルでも25リットルでも大丈夫だと思います。まあ、最低14リットルぐらい欲しいですね。まずはこの袋の上をカッターナイフで切っていきます。で、この時ですね、切り口は上はきれいに開けるようにしてください。なるべく上の方がいいですね。で、まず半分、大体ですね、大体で大丈夫です。袋の半分ぐらいをバケツなどに開けちゃいます。はい、で、こちらに開けた、この袋、から開けた場合の半分のものは、後で使えますので、これは雨ざらしにですね、しないように、これはこれで保管しておいてください。で、半分残った袋ですね、これを、ここの切った袋の裾を、きれいにですね、折っていきます。ここが袋の縁がきちんと、折ることによって安定性が増しますね。はい。だいたい袋の、ちょうどこれ中見えますかね。はい。ここが中の培土の表面の一番高くなっているところです。だいたい袋の全体の長さの、そうですね、30センチぐらいの高さまで培土があります。で、この袋の裾、一番切り口からですね、折ったところから、だいたい20センチぐらい、袋の幅が、高さがあります。ここまでやっていただいたら、ここへ穴をですね、少し、くぼみを、中央に、種を入れていきますので、じゃがいもを植え付けする場所、深さをだいたい10センチぐらいですね、軽く指で
土を脇にどけるようにですね、してください。じゃあ今回は、そうですね。まあ3品種やるんですが、じゃあ今回、インカの目覚め。これ一つだけで、ちょっとやってみましょう。まあ今回一つなんですけども、どの品種でもできますので、やってみてください。で、種芋はですね、なるべく切らない方がいいです。まあ袋簡単栽培ということで、なるべく手間がかからないような栽培方法でいきます。はい、こちら。インカの目覚めを、種芋を下に10センチ掘ったところに落としました。で、この時ですね、芽がなるべくいっぱい出ているものをですね、上に向けるようにしてやるようにしてください。はい。それほどまあ気にしなくても大丈夫ですね。はい、ここで、落としたところ、ここへですね、先ほど開けていただいたこちらの梅土、半分ある梅土の中からですね、土を持ってきていただいて、上に袋します。はい。これで10センチの袋ができました。で、表面が今デコボコになっていますので、ここでちょっと軽く指で気持ち平らになるようにしてください。はい、これで袋簡単栽培ですね。じゃがいも終わりです。とっても簡単ですね。5分もしないうちに終わりました。袋栽培として、もう育てる、まあこれでも十分なんですけれども、ただですね、ちょっと注意点があります。まだ寒い時期に、今ちょっと2月の上旬ですね、じゃがいもを栽培するには外では寒い気候です。適しておりません。もしこれで日中暖かいからといってちょっと芽が出た。で、夜そのまま外に出しっぱなしにしておきますと、芽がもし霜に当たると枯れてしまいます。で、そこで使っていただくのが、こちらですね。袋。はい、こちらをゴミ袋をですね、保温材代わりで、ビニールトンネルのような感じで使います。霜が降りるような地域にお住まいの方でしたら、日中もこの袋をかぶせるようにします。でも霜の心配がないよ、っていう方は、これは使わずこのままやってください。はい、で、袋はですね、ちょっと中このまま被せっぱなしにしてしまいますと、蒸れてしまいますので、ちょこっとだけ、この天井にですね、カッターナイフで1センチぐらいです。少し切り込みを入れておきます。少しだけでいいです。もう空気穴みたいな感じですね。あんまり開けすぎてしまうと、まあ、霜の害がありますので、これを、中央と両サイド、3箇所、合計3箇所ですね、切り込みを入れます。もう一番上でいいですね。ほんのちょこっとでいいです。あまり開けちゃうとですね、風が入って飛ばされちゃいますので、少しだけ開けるようにしてください。で、そしたらですね、これを、まあ、上に被せるんですけれども、今度はですね、種を入れました。覆土をしました。で、水はどうするかということなんですけれども、大体ですね、市販の梅土、見ていただくと黒っぽいですね。水分が最初からもう入っています。ちょっと握るとですね、ちょっとこう、なんと言いますか、湿り気があると言いますか、この水分だけで最初は大丈夫です。皆さん、袋とかプランターとかで栽培をされている方で、じゃがいもで失敗された方、中にはいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんか病気にかかっちゃったとか。それはですね、水の上げすぎが多いですね。最初は、種芋から芽が出て、この土の表面から、芽が顔を出すまでは、水はそれほど使いません。ですから最初にですね、水をざっと上げてしまいますと、芽が出るまでに3週間ぐらいかかります。その間に水を上げたことによって、中で種芋が腐ってしまったということがあるんですね。それを防ぐために水はあげません。で、その代わり保温、保湿剤とですね、いう意味も兼ねて、また保温効果ですね。で、これで袋を被せるということです。こんな感じです。もうこんな感じで大丈夫です。で、あまりがっちりとやってしまうと密閉しすぎてしまうと中で蒸れて、カビの菌などがもし入り込んだ場合ですね、そこでカビの菌が繁殖してしまいますので、程よく換気ができるように、まあ、この上に開けた穴からも換気ができます。で、下もですね、少し
空気が入るようにしてください。でブロック塀やちょっと大きめの石などがあれば、ここの袋の、3箇所ぐらいですね、重しで、乗せておくといいと思います。まあこれがブロックだとしたらこんな感じですね。下に袋が飛ばないようにこのようにして、管理してください。これは寒い時期に栽培をする場合ですね。一番いいのは3月のおひ、そうですね、中旬頃が一番いいです。その頃に、伏せ込めば、種を植え付ければもう霜の心配もだいぶなくなってきますので、発芽する4月の10日ぐらいにおそらく発芽してくると思います。ちょうど桜が咲く季節ですね。その頃でしたらもうとても簡単です。こういったゴミ袋もいりません。もうこのままの状態で十分栽培ができます。あと排水ですね、成長していくときに今度は水が必要となってきます。その時になったら、この袋をですね、穴を開けていきます。まあ、その時になったらまあ紹介するんですけれども、カッターとかではなくて割り箸などを使ってですね、下にまあ6箇所ぐらいですね、均等になるようにだいたい10センチから15センチ間隔で下に穴を開けるといいと思います。それまでは上からも空気が入りますので、特に最初は穴は開けなくても大丈夫です。はい、こんな感じで袋栽培ですね、じゃがいもはとても簡単にできますので、寒い時期種をまきたいな、でもまだ寒いし畑に出られないんだよなっていう方は、このようにしてみてはやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今日はじゃがいものですね、こちらインカの目覚めを使ってですね、簡単じゃがいも袋栽培ということでご紹介をさせていただきました。また肥料とかですね、やり方は、後日、これが成長のステージに合わせて動画でご紹介していきますので、またその時にですね、コメントなどいただけたらと思います。またこの袋栽培やってみたいなと思われる方はグッドボタンを、またチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。Thank you.